皆さんこんにちは。10月29日金曜日、7110マーケットトゥデイをお送りします。本日は内藤証券投資調査部大部が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。資料をご覧ください。まず本日の終値です。日経平均株価は前日比72円60銭高の 28,892円69銭、トピックスは前日比 1.52 ポイント高の 2001.18 ポイントで今月の取引を終了しました。では次に日経平均株価の冷やしチャートです。昨日28日までで作成しております。日経平均株価は9月14日の年初来高値30,670円から10月6日に27,658円まで下落しました。その後20日にかけてほぼ半値戻りをしましたが、その後は伸び悩み持ち合い入りとなっています。現在7・9月期の決算発表シーズンに入っており、また31日には衆議院の選挙の投開票、そして来週にはアメリカの FOMC を控えて方向感が出にくいようです。次にトピックスの冷やしチャートです。こちらも28日までで作成してあります。日経平均同様、9月14日に高値をつけた後、こちらは10月7日にかけて下落し、その後もやはり半値ほどで戻りが一巡して持ち合いとなっています。次にドル円の冷やしチャートです。こちらは9月にかけて持ち合いが続いていましたが、10月に入って円安方向に離れました。そして10月の半ばに114円の半ばで円安が一服し、現在はやや持ち合い気味となっています。そして次にこちら東証の33業種の騰落率になります。直近の戻り高値の10月20日から昨日までの期間で取っております。この間トピックスはこちらマイナス 1.4% の下落となっています。上昇率上位は化学の 0.3%、 そしてガラス土石製品の 0.1% までが騰落率のプラス、その後は鉄鋼、サービス、水産、農林業となっています。一方騰落率の下位は銀行が最下位でマイナス 4.1%、 続いて電気・ガス・空運・非鉄金属・証券商品先物となっています。では本日はエネルギー価格とともに今後幅広い分野に影響が懸念されている金属価格の上昇についてお話ししたいと思います。こちらは WTI 原油先物価格の冷やしチャートです。足元では80ドル台と7・9月期から比べるとだいたい10ドルほど高い水準にあります。欧州の天然ガス価格の上昇から石油、石炭、そして電力とエネルギー価格全般の上昇につながっている状況です。特に日本政府は先日 UAE アラブ首長国連邦に対して原油の増産を求めるなど原油価格を抑制するような動きが出ています。11月4日には OPEC プラスの会合が開かれますので、生産調整について言及があるのかが注目されています。では原油は比較的ガソリンですとか灯油の値段といった形で身近に感じられますが、あまり馴染みはないかもしれないですけれども、産業にはかなり影響がある金属の価格を見てみたいと思います。こちらが LME ロンドンの金属取引所で取引されている銅とアルミの値段になります。20年の初めから取っていますが、20年前半は新型コロナの影響で下落傾向にありました。そこから戻りを入れて、銅では今年の5月に過去最高値を更新、そしてアルミについても十数年ぶりの高値をつけるような状況となっています。昨年の安値からは倍近く、年初来でも銅がだいたい2割強、アルミは4割強の上昇となっています。比較的似通った動きとなっていますが、
銅は5月に高値をつけた後高値圏での持ち合い、アルミについては10月に高値を更新している点が少々構造が違います。次をご覧ください。銅について注目していきますが、こちらは銅の用途を表した円グラフになります。銅は生活のあちこちに使われていますが、主に建設業界では排水管や冷暖房、あとは屋根などに使われています。その他電力関係の配線などに使われています。またインフラ関係では送電線網やまた通信網などに使われています。そして機器製造では動力としてのモーター、その他電線などに使われています。ですので電力化が進むほど銅の需要が増加する、電気があるところには大体銅が使われているというようにお考えいただけたらよろしいかと思います。現在温暖化ガスの削減や二酸化炭素を削減していくという動きの中ですので、銅については需要の増加が見込まれています。銅の環境をざっとまとめてみますと、コロナ前の19年まではおおむね年間で 2% 強の需要増加傾向にありました。20年については需要が減少しましたが、同時に鉱山の操業も停止し生産も減少していました。一方で20年に入って脱炭素社会の推進がさらに厳しくなってきました。再生可能エネルギーの発電所を作りますと新たに送電線網を配備する必要があります。また EV の普及を進めた場合、自動車自体のモーターにも使われますが、充電設備の配電の需要にもやはり銅が使われると考えられます。そしてこういった需要の増加を背景に5月には最高値を更新しましたが、ここでやはり急激に値段が上がりすぎたことで、中国では国家備蓄を放出して価格の調整をしようと試みられたり、またちょうどその時期には東南アジアの感染再拡大でサプライチェーンが混乱し工場の操業が止まるなどの影響がありましたので、一旦銅価格は調整されました。ですが夏場以降電力不足が顕著になると、アルミニウムや亜鉛など製錬過程で電力を多く消費する金属を中心にエネルギー価格の上昇が金属の価格に反映するというような状況になってきました。もともと金属を溶かすためにもエネルギーを非常に使いますので、エネルギー価格の上昇から金属の価格の上昇、さらに素材の価格上昇としてつながっていくインフレの芽が育っていると言えます。では国内の銅関連銘柄ですが、まず挙げられるのが住友金属鉱山、そしてエネオスは石油のイメージが強いですが、子会社の JX 金属が国内の円建ての銅の取引価格の指標となる建値を発表しています。また商社ですと三菱商事が銅に関してはかなり高い視野を持っています。では本日はこれで終わります。ありがとうございました。